12月9日スポーツランドで第36回氷上フェスティバルが行われました。無料開放されたスケートリンクでは初心者向けのスケート教室やホッケーシューティングゲームなどこのイベントならではの催しが行われました。また屋外のスペースではリサイクルマーケットや模擬店、フットサル体験などのコーナーも設けられました。スポーツランドが始まって36年も経っております。地域の皆様、また他県の皆さんをお迎え入れようとして、このように立派に、運営していただいております。今日一日皆さん思い出ある大会にしていただけると本当に嬉しく思っております。本日はよろしくお願いいたします。式典後にはさまざまなエキシビションが行われ、華麗で迫力ある演技に会場は大いに盛り上がりました。スポーツランドを訪れた多くの皆さんはアイススケートにちなんだ一日を満喫していました。